FM 93.0 AM 1242 日本放送です。中川家 The Radio Show。 日本放送機の皆様、どうも中川家のレイジでございます。強しです。今週も始まりました、中川家 The Radio Show。 今から3時30分までの生放送でございます。なんてどういうこと。なんてどういうこと。ま、3時30分まで毎週ですよ。なぬないや、なぬおもろないな、それ。な、流行らそうとしてる。ギャグなんですけど。ギャグって言うな。もう絶対流行れんで、ね、そんな。なぬいや、流行れんわ。流行らへんわ。どうでもいいんですけど。どうでもいいわね、ほんまに。この間はね、いつでしたっけ、3日でしたっけ、漫才サミットって。そうそう。サンドイッチマンとナイツと。日本そのスタッフさん見に来てくれましたね。そうですね。何もないとこに伊勢崎。伊勢崎ね。伊勢崎。ゲストはヤーレンズでしたけどね。そうですね。ヤーレンズとね、一緒に。打ち上げも楽しかったですね。あ、もう打ち上げはいつもね、不参加の強さんが。全員がせっかちやから。すぐ食べて、固形の僕もあれがまたこれかと思った。固形の。固形のね、よく旅館とか出てくるお鍋のね、一人用の小さい固形燃料の。火つけといたらええやん。いや、なんでこう、後から来てこう、俺ライターで火つけよう思ったら、伊達ちゃんがまだまだまだって言って、いや、それやな。トミーと火をつけたそうにしてたね、火を。待ってられへんね。もういけんちゃうか、言うて、生でも。まあ、食べてから火つけようかとか、わけわからんこと言ってましたけど。せっかちなメンバーが揃ってますわ。もうヤーレンズがみんなに注意してましたよ。早い早いって、食べんのが、ね、ヤーレンズが普通なんやね、多分ね。だから蕎麦食べて、最後デザート出てくるんですけど、蕎麦食べながらデザート食ってるから、いや、蕎麦を味わった後に、そうね、ヤーレンズが言うには、蕎麦を食べてちょっとしばらくして、蕎麦美味しかったな、じゃあデザート食べようかっていうのが普通じゃないんですかっていうから、いやいやいや、もうどっちみち入るから、口の中に。みんな確かに、ね。蕎麦すすりながら、いちご食べたりとか、いろいろやってましたけどもね。コースはどうも、もう待って、あれ次何やろう、楽しみはあんねんやろうけどね。まあね。それでも結構早押してくれたはずやで、あれ、やっぱり。トミーは、魚介類がダメなんで、一、ね、人だけ肉ばっか食ってましたけどね。特別メニューでね。でね、やってもね。漫才サミット楽しかったですね。また4月もありますから。八王子の方で。そうですよ。はい。ね、7月は、吉本主催で IM。あ、まだあかんねんって言うたら。まあでも、まあ、ごめん。やることはまあ、やりますんで。ごめんごめん。まあ、またそれは、また詳細まだ全然出ますんで。なんで言うたらあかんの、わかれへんねん。なんやろな、これ。別に決まってることやから、いつも思うねんけど、よう怒られてんやん、さんまさんもこんなんで。まだ言うたらダメですよ、ね。言うて、また解禁してんの、ね、何が解禁やねん。いや、もう多分やるやろうと思ってるやろしね。その漫才サミット。だって順番やもん。うん。事務所ね、グレープカンパニー、マセキ、吉本、順番が。それやるでしょ、やります。何月とはまあ言わないですけど。あ、言うた？あ、言うたか。7月。7月です。やります。IMM。やります、やります。やります。やります。来たらやります。どうしてですか？自信がある。自信があるから。なんか言うねん、これ。そう。あれ、コース料理やったんか、打ち上げな。コース。コース、ね、和食ですか？うん、和食ですよ、あれ、ええ。早すぎて、後半30分ぐらい何もする時間なかったよな。なかった。時間までね。何も進化して、爪楊枝シーシーしてました、みんなね。不思議な時間やったな、あれ。不思議な時間ですわ。ほんまに。伊勢崎ですね。伊勢崎。まあ、行くことないからね。伊勢崎集合なって聞いたことないもんね。ない、確かにないね。伊勢崎はない。明日みんな伊勢崎や、うん、お正月は伊勢崎や、なんてあんまり聞かない。ない伊勢崎の人には悪いんですけど、ね。だから新幹線出て意外とでも早かったな、思ってね。本庄早稲田でしたっけ。本庄早稲田こそ行かない。降りひんもんな。降りひん。もう降りることないと思うわ、俺。ないね。銅像あったん知ってる？駅前に。誰？なんか富山の薬売りみたいな銅像あって。誰よ。いや、だからそれがもう分からんままに終わったんや。まあ、伊達ちゃんがまた一緒にタクシー乗っててんけど、まあ、聞かんでええのに、誰ですかあれ。で、運転手さんも、なんかよく分かんない。なんかね。そうやね。うん。
なんかね、歩いたのすごく。地元の人も知らんねん。知らん、意外とね。意外とね、知らんでんね。そんな言いながらね。そんな言いながら、はい、まあ、せっかちの打ち上げをね。やりましたけどね。そうそうそう。でも漫才サミット、ほとんど地元の人、東京の人ばっかり見て。まあね。いつもね、ファンの方が ね。そうなんですよね。ありがとうございます。今回漫才サミットはね、もう全部関東圏で。そうですね。終わるんじゃないかというね。で、海外行こうかという話してますけどね。あら、どうでしょう。台湾。台湾ね。台湾で、向こう日本在住の方を、の前でやるっていう。やるというね。まあ、悪くはないね。いかがですか、剛さんは。実際。これ、伊達ちゃんがほんまに聞いてくださいと、剛さんに。僕はちょっと発覚がダメなんで、ね。ちょっといけないですね。トミーとも話してて、タクシーの中で。はいはいはい。で僕も八角ダメなんですよ、言ってトミーで。八角抜いてもらったらええんちゃう、うん、強さん、六角っていうのがあるんですよ。まだ下にある六角って。そんなあんの？あんねんて。強さん舐めちゃいけません。六角がありますって言って、あ、そうなんやっていう話をしてました。僕やっぱ海外行くとね、その食べ物とトイレ。うん、ああ。が心配で、海外着いた途端お腹痛くなるんですよ。ああ、もうね。神経性の。はいはい、もう、ね、まあ。日本みたいにほら、コンビニちょっと入ってトイレ借りますとかさ。で、こういう有楽町地下でも綺麗なトイレが。あるね。デパ地下でも。あるある。スッと行けるけど、韓国行った時かな。もう、わからへんのよ、どこにあんのか、それもないし、ほんで。ハングルやしね、韓国はまたね。こいつ困ったんよね、うん、お腹痛くて。トイレがね、確かにやっぱストレスやね。日本が一番綺麗かもしれない。綺麗ですよ、うん。あったかいし、便座も。そう。ね。綺麗なトイレ。トイレ写真撮っていく人いますからね、海外の人なんか日本に来たら。外国の人。綺麗でびっくりするって。とかせやもんな。家のトイレより綺麗って。あ、そうか、海外の人も。うん。でもまあ。それがストレスなんですよね。あと食べ物ね。まあ食べ物せやけど、でも行ったって一泊ぐらいのことやね。日本食を食べたいね、やっぱりね。これ言うね、海外好きの人はわざわざ海外行って、そんな高い日本食を食べてどうすんねんっていう人が、もう、大多数多いんですよ。揉める人もいるみたいですね。あ、値段？そう、新婚旅行とか行ってね。例えばハワイなんか行って、ハワイのもん食べんと日本食食べたい。うん、あ、ハワイ、せっかくハワイ来たからハワイのもん食べたいみたいな。ああ、分かれんのか。まあ、で、喧嘩になるらしい。せっかく変なもんやで、ハワイ行ったって、丸亀製麺の前、大行列やもんね。ああ。何食べたいんかいって。いや、それ食べたいでしょ。やっぱりね、出汁の味というか。あったかご飯が食べたいですからね。らそれがあんねんな。だからそこをどうやってクリアするかっていうね。ロサンゼルス行ってもハンバーガーばっかりでも、おかしくなりそうでしょ。昔行ったら、はあ、行ったね、なんかね。あれもきつかったな。車乗りながらね。そうです。ご飯がいいですね、やっぱりね。あ、そうそう。そこさえクリアできれば、うん、別に台湾行こうが、どこ行こうが。これはだからね、サンドウィッチマンの多分事務所が主催するだろうから。そうですね。ね、サンドさんの事務所の方に食べ物。トイレ。ね、確かにそうやね。まだ全然違うもんね。そうです。で、昨日、とついは NGK でしたっけ ?NGK そうですよ。ナンバーグランド。ブラマヤと一緒やったんですけども、小杉くんがね、はい、家族が見に来てる言うて、ああそう、うん、ね、出番終わった後すぐ USJ 飛んで行ってましたけど、USJ で、ま、家族が待ってるんで、休む間もなく USJ 行ってね、行ってな、行ってた、ね、で次の日は家族は NGK 見に行く言うて、ほんで子供が3人ですか、うん、はい、奥さんとね、うん、そうそうそう、前から3列目で見てましたけど、見てた、ね、小杉が言われてんで、うん、パパここだよで、ブラマヨのネタでね、うん、なんか小杉くんがお腹出してね、あいつ超飛び出してるから。そう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 。家族にあれをね、大舞台で見せるいうのもなかなかの辛い仕事ですよね。いや、確かにね。そう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 。だから、こっちは来てんの分かってるから、もう余計面白かったよね、その様がね。言われてんて、3歳の息子に。言われた。パパ、ここだよもう絶対バレてるやん。周りおった人絶対分かってる。退屈よね、3歳の子が。演芸はちょっときついですよね。乗った落ち回ってたもんね、座席で。そうそうそう。
あ、これ絶対小杉のところの子やなと思いながら。あ、そうだね。3歳ですからね。でもまあ、なんか、ええよね。ああいうの家族見てるとね、ちょっと、なんかほっこりすんな思いながらやったけど。家族の前ではもう。まあちょっと。苦手やわ。照れくさいか。照れくさいわ。見えへんとこに来るんやったら見えへんとこ座ってくれっていうもん。そうですね。ちょっと見えるとこはきついかな。特殊やからね、この仕事はね。昔、中さんのこのあの子供小さい時。舞台袖で見てるの。そうそうそう。袖から、袖から見て、袖から見たいって言ってね。うん。また変わってるよな、それも。うん、横から見たいっていう。わからんこともないね。僕も、僕もちっちゃい時はそうでしたからね、うん、横から見たいなと思ってたから。それがあったけどな。そうなんですよね。珍しいな、ほんと。NGK もだから今、うん、修学旅行生ですか、うんはい、新3年生になる今度ね、今2年生ですけど、うんうんうん、修学旅行多いですもんね。多いね。もうこんな時期なんやね、今。いいよね。なんか聞いたら、うん、NGK 行って、うん、USJ 行って、はい、次の日京都行ってとか、いいコースらしいですよ。関西今そんなになってんねや。そう。ほんで NGK もそこに入ってんのか。で僕らは関西出身やから、うんうんうん、北へ行きますけど、うん。はいはい。僕はもう長野県でもうスキーだけですよ。また、一時流行ってたもんね。3泊4日。え、3泊もスキー？スキーだけ。観光なし？なし。バス乗って。うん。で、僕ラグビーやってたんで、うん、ラグビーが変に強かったんで、はいはいはい。2泊3日目で帰らされるんですよ、ラグビー部だけ。あった、なんか大会がある。大会があるから。だから僕2泊3日しか行ってないし、ほんでスキーも楽しないし、ずっと雪の上でも。寒いやろしな。で、ラグビー部やから朝4時に起きてね、うんうん、雪山で、あの、練習するんですよ。昭和やな。そんなん、今これ、訴えられるよね、今の学校やったらそういう。ラグビー部だけ修学旅行は2泊3日やみたいな、うん、昔は通用しましたからねそれが。そうやね。だからそれぐらいせん、だからもう修学旅行が楽しかったっていう。だからそうか、スキーもやりたないしな。せやんな、いろんなとこ行きたいやんか。俺はもう東京に行きたかったんよ、うん、修学旅行。あ、東京な。あ、まあ長野県のスキーってまたもう朝から晩までスキーで。新幹線ご飯も焼肉や言うて。うん。あ、ね、10年後気づいたら、あれ、実はジンギスカンやったんですよね。うん、あれを2日間食べ続けるっていう修学旅行でした。せっこい修学旅行でしたわ。せっこいな。行きたかったな、東京とか浅草とか。ああ、見たかったな。グループで分かれて。銀座渋谷とか見たかったな、グループで分かれてみんなで。なんでな。まあ、お金なかったから、多分無理やったと思うけどね。3000しかくれへんかったからね、親父。ほんなら東京無理。スキーでよかったかも。スキー、金使うことないから。東京なんか、財布なんか。お前雪の上で金なんかいらんやろって言われて。3000円しかくれへん。なんか変なクッキーだけ買って帰ったわ、長野県で。ちゃびしゃれ、もうみんなもう嫌やったな。よかったやんか、だからそれやったら3000しかないんやったら、東京なんかもう歩かれへんで、3000しかない。3000やな、歩かれへんかな。3000円って。そんなバカな。という話やん。しかも途中で帰らされて、で、俺もレギュラーちゃうから。その時ね。リザーブやから。はいはい、補欠やから、ね。試合も出られへんの、うん、なんて帰らなあかんねん、思って、もう。いや、やなぁ、思いながら、帰って、覚えてますね。大会あるから言うて。12月でしたね、僕らは。雪、修学旅行はね。あ、長野県の、何でしたっけ、あれ。有名なスキー場ね。どっか、長野県？白馬でしたっけ。あ、白馬ね。白馬、遠い。白馬って書いたキーホルダーだけ買いましたわ。しょうもない。あと、クッキーと。3000円しかないから。頭で暗算しながら。暗算しながら、これとあれとかって、みたいな。なんか誰もこれ、野沢菜とか買うて書いていったよな。野沢菜買うてる。あれ、野沢菜ちょっと高いのよ。あれはちょっと手出えへんかった。手出えへんかった。3000円しかないから。で、修学旅行家帰ってきたら、お釣りはって言われて。ひどい親やなと思って。普通さ、3万ぐらい渡せへん？いや、普通で最低でも、好きなもん1万円はあるよ、そら。好きなもん買って、うん、
楽しんできなさいじゃん、修学旅行って。そういうのじゃん、まあまあ、確かに。君どこ行ったんやったっけ。僕は北海道です。ええー、やん。あ、そこ、この時ね、北海道。ええー、学校やんか。その時はもう冬冬じゃない。夏。6月、7月。ああ、夏の北海道へ。何、どこ回ったん。いや、ずっと道東やね、東側。ずっと網走回ったり、釧路行ったり。何すんの、ほんで。途中途中。とバス乗って、降りて、じゃがいもあげたやつと、ソフトクリームを食べるだけ。ああ、そういう。そんないくら、ちゃんと持ってたの、お金は。お金は、ほら、中佐が覚えてない。俺が渡したからな。そう。そーっと、ティッシュに1万円包んでくれ。今、ティッシュにお金包むんかな。ないやろ。この間ドラマでやってたけど、ね。1万円渡して何買ってきたと思う、このレイジ君は。何すか、僕と4本が。しばくぞ、言うて。いやもう苦手やってんな、あの土産って何を選んでいいかも分かれへん。男子校でしょ。男子校です。ああ、それ楽しないな。楽しない。女子もおってこそやんな、キャッキャ言いながら。全員がバスガイドさんって言うてええんかな、今その天井にさ、バスのずっと女性のバスガイドさんを睨みつけてたね、みんな。ああ、男子校やからね、みんな。男子校やから、お前んとこのバスの、あの、何号車のガイドさんどうやとか。ああ。もうそんなことしか刺激がない。ああ。あと、やることないから、ホテルの扉開けて、うわーいとか。かわいそう。みんな金ないし、やっぱり。ね、今みたいなんちゃうねんな。うん。今みたいなやったら、京都なんかでもグループ分かれてタクシー貸し切ってさ、好きなとこ自分のコース選べる。ああ、グループ分かれ、グループで、自由行動や、うん。自由行動。道頓堀とか歩いてる修学旅行生、うん、すごい楽しかったわ。そうね、あちこち見てね、歩いてね、制服着て、なんかたこ焼き食べて。そう。ね。なんか何時に戻ってき、うん、ったらいいんでしょ。そう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 。集合場所、ここ集合。だそれも自分らで組み立てたりとかね、ここ行きたいとこ行くとか。晩ご飯とかどうしてんのやろう今。一日ぐらいは、それはバラバラなんかな、うん。まあ一日ぐらいはあれちゃう、みんなでやっぱり学校全体で食べるっていうのあるんちゃう、ホテルで。ただ楽しみやったんが、うん、その女の子、女子。うんうん。が、の、私服が見るのが、うん、おおとか言ってたな、みんな男を。驚愕やから。あんな服着てんねや、みたいな。お、意外。学校ではおとなしい。学校ではおとなしい。暗い子があんな派手な服着て修学旅行くんねや、とかさ。好きやな、私服チェック。私服チェックしてたわ。まあ、あと好きや。みんな一緒やもん、格好。好きウェア。学校や。学校の借りた、好きウェア。みんな。女子は赤、男子は青で、学校の名前胸につけて、つけてる、ずーっと滑って降りて夕方だったら帰ってジンギスカンで9時ショート。何が楽しいね。スキー部やん、もうやってること。スキー部やって、みんなやってることな。滑られへんからさ、俺なんか、そのちっちゃい時行ってないから。もういきなりやん。で、順番にね、滑っていくんやけど。あ、でもそのスキーを教えてくれる人が女の人やったかな。うん、あー、なるほどね。で、みんなもう男子は話しかけるよね。うん、そらせ、ちょっと年上でね。そう、ちょっと年上で、女の人が教えてくれるか。うんうん、え、先生はどこなん、この長野県の人なんて。うん、私、東京、もともと、みたいな。もう、赤い、もうそれだけでも緊張や。おい、東京らしいぞ、あの人みたいな。なんで、東京やのに長野県でスキーを教えてんやろうとか言って根掘り葉掘りね、200聞きながら終わりましたね。うん、そんなんしかないよな、もう修学旅行と、ほんまにないな。どっか行ってこれを見て感銘を受けたとか、ま、全くない。ないと好きやったらないもんな。小学校なんか鳥取かどっかやったんちゃうかな。そう、鳥取砂丘ですわ。そんな小学生にさ、鳥取砂丘って渋すぎるやろ。そう。で、そこで自由行動や。もうやることあれへん。あの、砂の山登るだけ。登るだけやもんな。で、靴なんか入った砂取って、終わりです。最後、バス乗って帰っただけですもんね。で、またジンギスカンで、その時。この方、ラジオネーム、ジーパンダさん。はいはい。レイジさん、すごく気持ちわかります、うん。自分も男子校でしたが、ホテルは4人部屋。部屋にはテレビもなく、恋バナもなく。部屋で何。何部屋でお互いの肩パンチをしてます、うん。
やる。やる、そういうの。プロレス。ね。しょうもんな。切ない修学旅行。俺の方が耐えれる。驚愕の友達は、パリとかオーストラリアに行きまして。うん、海外。海外は刺激的やろ。いいなぁ。行くだけで刺激的やんか。どこであろうと海外なんかそんな10代で行くなんて。中学の時広島行かなかったですかね。その時は初めて乗った新幹線。あ、そう、一緒や、俺もそれ。せやね、うん、あ、そうそう。広島、鳥取砂丘や。広島で、うんうん、何するわけで、覚えてないぐらいやな。まあ、バス乗って、その、まあ、あの、原爆ドームとか、あの、そうですよね。そうそうそう、見て回って、広島、すぐ通過して、山口県入ったはずやわ。萩やったっけ？萩、そう。で、洞窟入ったんかな。秋吉堂。秋吉堂。うん。大人になってから行ったら、すごいけど、いや、あんなんさ、中学生楽しい？あんな、洞窟入ってて、俺もいや、早く帰りたいわ、思ってほんで。何やったかな。中で空気読むやつおるもんな、生徒でもなんか楽しまな。無理やり楽しんでるやつおった。あ、秋吉堂はやっぱり外と気温がちゃうなって同じことなんか見てるやつ。自転車借りれたんや、みんなで。あ、ツアの。ツアーのかどっかツアーので自転車でみんなで、うん、自転車蹴りながらキャッキャ言うて遊んだだけやったな。そん時は何か買って帰ってんな。そん時も親父3000円しかくれへんかった。なんで3000円やねん。そなんでいつも3000円くれよって。あ、そうや。であそこ秋吉堂の石、あれみんな土産で買ってた。ああ、そうそうそう。石ね。置く石ね。置く石ね。もう、なんかそんなもんやったか。飾りやな、飾りみたいな。いいな、今。今はええよな。もう、どんどん進んでるでしょ、今なんかもう。USJ、俺なんかもう、うん、あれ、行きたかったもん、あの、ディズニーランド。ああ。ミッキーってどんなやろうとか思って行きたいなと思って。そんな予算ない言うて、学校の先生が。いや、まあ、そらそやな、公立。俺ら多かったからね、まだ。うん、生徒が。はいはい。一組、一クラス30何人とか。うん、それが。クラスはどれぐらいまで？クラスは9クラス。9クラスや、今では考えられない、ね。200何十人で、こう、あの、移動せなあかんからね。まあ、大変やわな、それもな。うん、なんか楽しくなかったな。楽しく。高校はだからスキーしかできへんから、うん、あとはリクリエーションやったっけ。あ、クラスごとレクリエーション。レクリエーション。みんな部屋借り切ってカラオケやったりとか。あ、そんなあったんやん。うん、それはあったけどね。まあいいやんか、それやったら。なんでスキーってカラオケせなんかな。歌わんかった、なんか。歌ったよ。あったな、なんか写真。うん。乾杯歌ったよ。長渕剛さんの乾杯。わー言うて終わりや。で9時になったら電気バスって消されて、ねえ、なんかな、ちっちゃいライトつけてみんなでお菓子食べたかな。ああ、まあでもまあまあそれはそれでいい。女子のおる部屋に、あ、わーって走っていって、わー逃げたりとか、ほんだら先生が早く寝なさいみたい な、それぐらいかな。楽しかった。男子校なんか何にもあれ、みんな早寝た。みんな朝4時ぐらい起きてやることないから壁どんどんどついたりしてたわ、みんな。なんじゃこれ、北海道まで来て。なんかすっごい修学旅行ないんかな。あ、ゴージャスな。ゴージャス。海外、まあ海外修学旅行でしょうね。今なんかどっかの公立でもシンガポール行ったって聞いたよ、大阪のどっかの。1週間とかかな。いや、それシンガポールやったらそれは1週間弱ぐらいは行くでしょ。5日ぐらい行かんと、回りきられない。みんないくらぐらい持ってんねやろ。いくらぐらい持ってうろうろしてんやろう。そりゃ絶対3000円ではないわ。3000円だなね。この時代の3000円と、それこそ空港でもなくなってまうもんな。逆にひどい修学旅行ってあるんかな。あの、聞いてみたいな。なんじゃこれみたいな。うん。あ、でもなんか大阪の学校で修学旅行が、高校で伊勢とかそんなないんかな。えらい近いな、ここみたいなのが。あ、伊勢か。うん。関西方面で。交通費が浮くんかな。浮く、だいぶ浮くよ、そら。食べ物の方に回せんのかな。回せる。よう分からんねんけども。そうそう。大人になったらね、そんなんでもええねんけどね。金の浮かし方とか考えたら、もうそんな、学生やったら全てじゃないとね、全て贅沢じゃないと。これは X で来てます。うん、はい。笹猫さん。うん、私の修学旅行は前年までは京都の観光地巡りだったのに、はいはいはい、学生主任が定年退職するため、うん、自分が行きたいところに行きたいと言い出し、
高野山のお寺に泊まりました。ありゃー、はい、来たー。襖に生首の絵が描いてあり、テレビも電波が届かない部屋で、何の思い出もありません。修学旅行高野山って、これは最悪ですわ。あ、先生が決めれんねや。そう、だから先生がお笑い好きやったら、例えば東京とかやってルミネ取るやん。そうやわ、そういうのあるかも。あるでしょ。でそれかって強制じゃないね。行きたい人は行く、行かない人はまた違うプランみたいなのが、今はそうやって選べんねん。もう NGK もそうやもんな、生徒全員は来てないもんね。だからある、うん、だからいろんな学校のもう10人単位とか5人単位ぐらいで修学旅行生がドワーって集合するのはある、全国の学校のな。そんなんはあるもん。旅行やからな。そう、これな、高野山とか最悪や。最悪やで、ほんまに、うん、それこそ9時消灯じゃ済まんのちゃう。あ、朝めっちゃ早いんちゃう、うん、そう、座禅とか組まされるわ。うわー、最悪や。掃除せなんか雑巾掛けとか。でなんで旅行やで。修行やもん、半分。ご飯精進料理でしょ多分。うわー、かわいそう。でなんかついた汁をなんか高野豆腐でやったらすくわなあかんぐらいの。なるほど。あ、この方は、はい、ヨッシーもヨッシーさん、はい、僕の友達は京都の修学旅行で木刀を買い翌週の学校で自慢げに振り回していたところ、生活指導の先生に見つかり没収されていました。なんで男子は木刀を買いたがるんでしょうか。いや、あれかっこよく見えんのよね。僕らの時提灯でしたけどね。提灯。その土地の名前書いてある提灯。俺も迷ったよ、木刀と提灯は迷った。提灯に網走って書いた。どうせっちゃうねそれ、持って帰ってこられた。なんでそんな、どこやったかな。中学、うん、覚えてないな。なんかウイロー買った覚えてんな。フェリーでどっか行ったん、あれ。あれは、あ、それが中学校か。フェリー乗ったの。乗った。俺も乗った。うん。フェリー乗った。どこ行ったやったっけあれ。あ、こんな、こんな何十年も経った忘れるもんやな。俺、ウイローかなんか買って、うん、みんなで食べてしまった。みんながこぞこぞ買って盗んで、俺のお土産のウイロー食べてたのを思い出したな。行った行った、フェリー。名門太陽フェリー。そんなんだけ覚えてんの、乗り物だって。で、大阪の南港から、新門島で行って、九州回るのかな思ったら、まさかの山口県に入るっていう、不思議なルートやった。そうやせ。だから、何も自由にさせへんよな。船の上、海の上やしな。そう。フェリーの、ね、甲板でピースをして写真しかねえ。残念。残念は、体操服で。体操服。まあ、助かってんけどね。うちはな、うん、私服買わんでいいから。そうそう、それは助かってんけど、みんな同じ格好でな。ほんまや、体操服や。体操服です。部屋入ったら体操服に着替え。いるのはもう下着だけやもん、パンツ。そうそうそう、靴下とかだけやもん。でカバンやん。カバンはあれやったっけ、自由やったっけ。カバン自由で、そこはちょっとみんなこう、うん、おしゃれに行きたいな、みたいなところで、アディダス、プーマで、朝な、学校に勢揃いしたの覚えてるけど、俺なんかちゃうもん、もう。どんなやつ全然ちゃうよ。何？茶色多い、親父が若い時使っていったバッグ。一人茶色。あの、一人だけ茶色。ないだろ。あとは、女子はピンクのアディダス。あ、ピンクのアディダスな。うん、男子は、うん、爽やかな青のアディダス。うん、もしくは、プーマ。うん、たまになんかおらんかったら、なんか、ちょっと金持ちの雰囲気ある子は、なんか、あの、ルイ・ヴィトンのバッタマンみたいなもん。ああ、かっこいいね。かっこいい、まあ、うん。旅行カバンね。そうそう。持ってて。つゆさん、茶色い。茶色い。なんの変哲もない。茶色いバッグです。いっぱい入るっていう。親父が確かバッグ家にあったはずやって。天井裏。天井裏から出してきた。絶対頭打つねんな、親父が。そうそう。あらっていう。その頃の、その頃から逆算して、30年前のカバンですから、修学旅行行ったのが昭和60年ですから、
昭和35年ぐらいのバッグを持って僕一人だから過去からタイムスリップしてきたみたいな丸坊主学生受け爪入りやし爪入りやし学難やし一人だけなんか過去から来た高度成長期前の学生が来てるそれドラマもうあと何年後か戦争僕行きますみたいな一人だけ茶色いかちっちゃかったしな強さんな丸坊主やし丸坊主やしああ靴白で靴白でなんかそれもなんかもう新しくみんな新しくしてもらってんねん修学旅行やから新しい靴履いていきなさいみたいな、うんなんか親のプレゼントかな、うん、はいはいまあそらそうやろなもうなんか買ってくれへんから白い靴を前日に洗っただけですねしああ白い靴を綺麗にしただ綺麗にしただけの靴を風呂場で洗ってな手入っていっただけでした確かに荷物は少なかったですねああもうそうね修復じゃなかったかなはいまあそんな思い出ですかねまあな、そうね、うん。皆さん、ひどい修学旅行教えてほしいですね。あ、聞きたいな。まあ、ゴージャスな。まあ、さっきの高野山のもありましたけど。それもさ、それはそれで最悪やわ。うん。なんか、ライブ見に行くとかあるんかな。ああ、まあ、お笑いはあるけど、お笑いじゃなくて。ミュージシャンとか。うわ、どうやろうな、それも。海外やったらハワイで、何うん。パラセービングとか。あバナナボートとか。高いけど、なんなん普通に。高いで。なんもう7、8000取るからね。そうですよ。1回で。ええー、みたいな。親がついていくとかあんのかなこっそり。あ、でも、あるやろな。そういう家も。あんねやろな。一番リッチな修学旅行も聞いてみたいし。うん、一番上と下、うん。とか、覚えてないやろ。楽しくなかったから。そう。全然覚えてない。うわー言ったことしか覚えてないもん、俺。別にそれも楽しいから覚えてるわけね。なんか友達とじゃれてばっかりおったような気がする。確かに。うん。それは。なんか寝てるとこに口なんかお菓子入れたりとか。なんじゃそれって。夜中一人叩き起こして、知らんふりして寝るとかね。なんか、そんな遊びをしかやってなかったような気がするな。あと、カバンちょっと隠すよ、ミニドッキリ。おい、どういった俺かわん俺やんかいって。もう笑いこらえて、あれが楽しかったかな、修学旅行。ミニドッキリ。旅行ちゃうやん、みんなでご飯食べてるやつのメインを奪い取る。奪い取るとかね。フォークとナイフ隠すとかね。あそんなやったな、確かそうやったわ。そうなんですよ、ほんま。でも聞きたいね、これね。また教えていただきたい。それではそろそろお時間2時間30分生放送スタートです。This program is specially designed to make you laugh shamelessly in the middle of the day. We've got a very special person hosting the show today. Well, without further ado, let's dive into it. Are you ready?The Radio Show! どうも、こんにちは。ザ・ラジオショー金曜日、中川家のレイジでございます。先生、このザ・ラジオショー、笑いをテーマに午後1時から3時30分まで2時間30分の生放送、月曜日から木曜日はナイツと曜日替わりのパートナー、土曜日はサンドイッチマン、そして金曜日は我々中川家とパートナーはこの方です。日本放送、東島恵里です。よろしくお願いします。東島さん、修学旅行ってどう言いましたか？オーストラリアに。長いな、映画。どっから行ったんですか？恐縮です。詳しく教えてください。そうですね、県立高校だったんですけれども、福岡から、はい、福岡高校から一旦福岡に出まして、いや、長崎から福岡行くだけでももう旅行ですよ。そうですね、そっから、はい、チャーター便から。そうですね、はい、でオーストラリアで
で宿泊はそれぞれ各家庭にホームステイだったんですよ。あ、それプレッシャーやななのでみんなで集合するのはまた1週間後っていう感じで、はい、でそのある家庭に行って、はい、オーストラリア泊まらせてもらって一緒に暮らすんですよ。あのその外国人のお家、はい、で学校にも通うしショッピングモール連れて行ってもらったり、あ楽しそう、そう、私たちもおもてなしをしましょうっていうことで一個決まりがあって、はあ、なんですか日本の踊り、そうですそうです、で食べ物で攻めようと思って、はいはい、お好み焼きを食べてもらおうかと、うんうん、でオタフクソースを携えて行ったんですけど、はいはいはい、でもダメでした、受けませんでした。あの特に子供たちがいらないって、あ難しかったです、ね、食はやっぱり難しい、鮮明に覚えてるもん、楽しかったよ、いや楽しかったですもん、あまあね、そんなんやったら覚えてるわね、コアラとか見に行って、コアラも抱っこしました、楽しい、カンガルー撫でて、ほなもうね、ホームステイ先の扉開けてうわーっていうことがなかったですね、ホームステイ先の、ね、その人の家族のなんか隠すとかそんなしなかったですか。いいな飛行機か飛行機やもん、もう、ね、いい思い出です。海外っていうのはね、はい、ね、そうですね、生活をちょっとしてみてっていうね、はい、珍しいパターンですけどね、はい、さあそれでは本日の、テーマメール、こちらでございます。ボロ泣きした話、はい、さあ中央事務所よりお知らせです。クレジットカードのお支払い時、払いすぎていた利息が返金されるようになりました。取るには確認が必要です。0120-10-10-10-10-10-10で無料確認。お電話は夜12時まで。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。佐野厄除け大師の佐野水御地蔵尊では、お彼岸供養の申し込みを受け付けております。春のお彼岸には、佐野厄除け大師の水御地蔵尊へどうぞ。ご遠方の方はお手紙でお申し込みください。お問い合わせは 0283-22-5229 です。男のメンツが立ち往生、いやそうではなく男のメンツが立ち尽くす、大塚の赤ひげ薬局に行けば男のメンツが立つ、そういうことね。赤ひげ薬局来てね。古いカメラ、壊れたカメラ、いくらになるか気になりませんか？カメラの北村なら、どんなカメラでも高く買い取ります。さらに、時計ブランド品も、少量でも無料で査定に伺います。お電話は、0120-157-999、157-999。出張買い取りは、カメラの北村。はい、ここで中央事務所に電話をして、過払い金を受け取った方の感想をご紹介します。私は20年前、息子の結婚式のためにカードで借金をしました。結婚式は成功しましたが、翌日から借金返済のプレッシャーが。それでも18年かけ完済。完済後、夫から過払い金の無料診断を勧められました。最初は疑っていましたが、後日100万円を超える現金が戻ってきました。まだ電話していない人は疑いたい気持ちもわかりますが、電話だけはした方がいいと思います。電話代はタダですし、私は帰ってきたお金で夫との温泉旅行を計画中です。このようにキャッシング、カードローンの経験がある方には現金が戻るかもしれません。あなたも対象か無料でご確認を。お電話は 0120-10-10-10-10-10。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。アスベスト法律事務所よりアスベスト石綿を吸い、中皮腫、肺がん、脊面肺、微慢性胸膜飛行と診断された方へ。ご存知ですか？建設現場や工場でアスベスト石綿を吸い健康被害を受けた方は、国から最大1300万円の救済の可能性があります。労災保険を受けた方、石綿健康被害救済法の給付を受けた方は対象の可能性が高いです。また、対象者が亡くなっている場合は、遺族の方が対象です。まずは、あなたがいくらもらえるのか無料でご確認を。お電話は
0120-70-7000番、70-7000番、第一東京弁護士会所属、ベリーベスト弁護士法人。有働由美子、有働のラジオ。今回のテーマは、呼び出し。にーし、熊がいい、熊がいい、美穂、日がち。有働のラジオは、今日午後3時半から。有働、有働由美子。中川家のレイジです。剛です。この時間お届けするのはこちらのコーナーです。ラジオ CM を作ろう。さあ、こちらのコーナー、架空の店、商品、企業のラジオ CM を勝手に作ろうというコーナーでございます。先週作りました、CM、カイロ、ホッカの、うん、こちら聞いていただきましょう。どうぞ。暖かさ長続き、心も温まるホッカロン。あったかーい。うん、家族もほかほか、体もほかほか、猫もほかほか、財布はすっかすか、ありゃあ、これね、うん、あったかいだけうまかったな、なんかあったかいだけの、あったかいだけ東島さんちゃう、これ違う、違う、違うねんって、い、言いやすかったかな、なあ、あと全部棒読みみたいな感じ、棒読み珍しいよね、でこ声がちょっとちっちゃいのよねもっと張ってもよかった。そうですよね。作り手としては。はい。ディレクターとしてはね、そう思うというところで。いいじゃないですか。はい。さあ、今週も来ております。はい。この方は岡山県の方、ヘイ・カールさん。花粉が多く飛ぶ季節になり、症状もひどくなってきたので、架空の花粉症の薬、花粉ギャフンの CM を作っていただきたいと思います。飲み薬と、点鼻薬、目薬まで充実のラインナップが揃えば鬼に金棒、販売が待ち遠しいです。うん、ああ、辛いよ。ハクション。ああ、かゆいよ。ハクション、うん。花粉をギャフン。かゆいをギャフン。あら？ギャフンと花粉、うん。花粉も急いで逃げてゆく、うん。飲んでギャフン。刺してギャフン。そんなあなたに花粉ギャフン。ドーン。ドーン。チクッチュン。チクッチュンの後、ふぇーって、おっさんの。あ、いいね。入れましょう、それ。おっさんの咳払い。咳払い。咳払い。くしゃみね。うん。どんなんやろ？いや。ああ！ってやつ。最近よ。新幹線でよく聞きます。最近花粉症が多いんでね。一番腹立つやつあれ、うん。はい。さあ、どういう仕上がりになってるんでしょうか。受付メールアドレスは ngk@1242.com、ngk@1242.com。懸命にラジオ CM と入れていただけると助かります。たくさんのご応募お待ちしております。はい、ここで中央事務所よりお知らせです。あなたがお使いのそのクレジットカード。お支払い時に利息を払いすぎていた可能性があるので、返金を受けてください。対象のカード会社は100社以上。有名なあのスーパーやガソリンスタンド、ETC 付きのカードも対象です。ちょっとのご利用でも大丈夫ですよ。ずっと前のご利用でも大丈夫ですよ。記憶が曖昧でも大丈夫ですよ。間違っていても大丈夫ですよ。まずは、あなたに現金がいくら戻るか無料でご確認を。0120-10-10-10-10-10-10。代表は法務大臣認定司法書士の田中修平。デンタルプロ営業部の鈴木です。ご存知ですか？ちゃんと歯磨きしているつもりでも歯ブラシだけだと歯の隙間汚れはおよそ6割しか落ちないと言われています。歯間ブラシやフロスで歯と歯の間もしっかりケアすることが大切です。磨くを変えるデンタルプロ。日本放送が FM でも聞けるって知ってますか？周波数は FM93MHz。 FM ならビルやマンションでも受信しやすく、雑音の少ないクリアな音で聞くことができておすすめです。トライ FM93。 ぜひ FM93 で日本放送をお楽しみください。ここで日本放送生活の窓口からお知らせです。投資信託を活用した資産運用について知りたい方、今年から始まった新NISA制度を活用して運用を始めてみたい方、
老後のためのライフプランニング方法を学びたい方、そんなあなたにぴったりなセミナー、投資信託選びの新常識セミナー、新ニーサを活用した資産運用の方法を3月18日月曜日午後1時から日本放送イマジンスタジオで開催します。資産運用の基礎知識から上級者も意外と知らない投資信託の選び方に加え、これから資産運用を始めようとしている方にとって必ず押さえておきたい新ニーサの正しい活用法をおよそ2時間にわたり分かりやすく解説します。お申し込み方法など詳しくは0120-734-899 0120-734-899、または日本放送生活の窓口セミナー、日本放送生活の窓口セミナーで検索してください。投資信託選びの新常識セミナー、新ニーサを活用した資産運用の方法、3月18日月曜日午後1時からです。皆様の参加をお待ちしています。The Radio Show。ではハロー神奈川、神奈川県の情報をお伝えします。日本放送横浜支局の田中さん、お願いします。はい、こんにちは。こんにちは。お伝えします。神奈川県立地球市民神奈川プラザで明日3月9日土曜日から展覧会猫祭りが開催されます。こちらはアースプラザという名前で親しまれているところです。今回は神奈川ビエンナーレ国際児童画展の過去入賞作品の中から猫が描かれた絵100点が展示されます。アースプラザの猫好きスタッフによる猫好きのための展覧会です。期間は明日から4月7日まで、アースプラザ3階の企画展示室で入場無料です。会場内には世界中の猫ちゃんたちの絵がずらっと並びます。100人100色の猫の表情に注目です。また会場では絵を鑑賞しながら子どもたちが猫になりきって遊べる猫のベッドや猫のトンネル、猫の迷路などいろいろと準備されるということですので、ぜひ遊んでみてください。アースプラザの展覧会猫祭りは明日の土曜日からです。猫大好きな方たくさんいらしてください。JR 根岸線本郷台駅からすぐのところです。横浜のスタジオから田中久恵がお伝えしました。田中さん、ありがとうございました。しつこい肩の痛みでも、つらい腰の痛みでも、ささっと一塗りバンテリン。効き目の成分がススーッと痛い患部まで入っていって、痛みを直に取ってくれる。これがバンテリン効和エキアルファの効き目です。痛いとくればバンテリン。第2類医薬品です。時刻は1時51分になるところです。日本放送ニュースです。ニュースデスク森田さん、お願いします。はい、まず電車の情報です。京王電鉄によりますと、柴崎駅での人身事故の影響で京王線は現在つつじが丘駅と飛田給の間、さらに調布と若葉台の間で上下線運転を見合わせています。運転再開は午後2時40分頃の予定です。訃報です。ドクタースランプやドラゴンボールなどで知られる漫画家の鳥山明さんが今月1日急性硬膜下血腫のため亡くなりました。68歳でした。集英社が今日発表しました。愛知県出身の鳥山さんは広告会社勤務を経て、1980年から週刊少年ジャンプでドクタースランプの連載を開始しました。また84年に連載を開始したドラゴンボールはアニメ化されるなど世界的な人気を集めました。アメリカのバイデン大統領は7日夜、議会の上下両院合同会議で一般教書演説を行い、アメリカ国内外で自由と民主主義が攻撃を受けていると述べ、トランプ前大統領との決別を呼びかけました。またバイデン大統領は、ウクライナに寄り添って武器を提供すればロシアのプーチン大統領を止められるとして、ウクライナ支援を継続する必要性を訴え、予算承認への協力を議会に求めました。
そしてスウェーデンが NATO 北大西洋条約機構に加盟したことを歓迎しました。また防衛費の負担が不十分な NATO の加盟国は守らないと述べたトランプ前大統領については危険で受け入れられないと非難しました。政府は今日、現行では認められていない離婚後の共同親権を可能とする民法などの改正案を閣議決定しました。改正案は家族関係の多様化に対応し、離婚後は父親か母親どちらかの単独親権とする現行の規定を改め、共同親権を選べるようにします。また法律の施行前に離婚した場合でも単独親権から共同親権に変更するなどの申し立てができます。親権のあり方は両親が協議で決め、折り合えなければ家庭裁判所が判断することになります。小泉法務大臣の閣議後の記者会見です。国民各層にやっぱり様々な意見がまだあります。そして国民各層に様々なまた多くの影響が及びます。国民の代表である国会でそういう議論が行われていくという状況を我々はまあよく踏まえて総合的に検討を進めていこう。改正案は今の国会に提出され、成立すれば公布後2年以内に施行される見通しです。おしまいに、総務省が今日発表した今年1月の家計調査は、2人以上の1世帯あたりの消費支出が289,467円となり、実質で前の年の同じ月を 6.3% 下回りました。自動車の出荷停止による商品不足や暖冬による光熱費の減少が響き、下げ幅は2011年2月以来2年11ヶ月ぶりの大きさとなりました。加えて物価高による買い控えも続きました。マイナスは11ヶ月連続で、能登半島地震の影響は限定的だったということです。この時間のニュースは以上です。森田さんでした。ありがとうございました。ロックバンドアフラットオブサークル、漫才師金属バット、異色のツーマンライブ金属バットナイトが3月8日金曜東京キネマクラブで開催決定。アフラットオブサークル、佐々木亮介です。金属バットナイト配信チケットでぜひ遊びに来てください。さあ、テーマメール、ボロ泣きした話ですけど、ちょっと修学旅行ね、こんなとこ行ってきたっていう、お便りを、ちょっと紹介したいと思います。どこ行きましたか？この方、きゅうり食べ太郎さん、鹿児島の方、うちの男子校の修学旅行は、隣町の公民館を貸し切って、火起こし体験や工芸作りなどを楽しむ、最悪の修学旅行でした。最悪。とにかく楽しいことがないので、ずっと大声で相撲ばかりとっていました。うわね。あと、こっちはすごいいいのかな？ブサイクルショップさん、息子は、私立の男子校でしたが、修学旅行はドバイ経由でチェコのプラハに行ってました。あら、確か8泊10日ぐらいのスケジュールでしたが、あまりにも世界が違いすぎてわからなかったと言ってました。ちょっと異国すぎたか。そうやな。これはいいんじゃないですか。うんさりさん、横浜市の方、私は福島県にある私立高校出身です。修学旅行は先生方がハワイはもう飽きたからと突然シドニーになりました。大量のカンガルーやシドニー湾のディナークルーズなど、先生たちが、まあ、一番楽しんでました。クルーズやね。いいな。ちょっと思い出残るわ。この方、ゴジラマン、新潟県の方、修学旅行の思い出はバリバリの運動部だったので、朝の朝食前にホテル周辺をランニング、食後も筋トレというメニューが組み込まれていて地獄でした。平気だもそれ。いろいろあんねんな。いろいろありますよ、ほんまに。そう、はい。もう あとね、あ、これも、ティーパグブスさん、世田谷区の方、僕の高校はスポーツに力を入れていたので、グアムに行って、現地の高校生とひたすらスポーツでバトルする、わけのわからん仕事です。バトルね。なんかいろんなスポーツもあるでしょうけどね。修学ってついてるからな。一応学ぶ。そうですね。んやんけど、ね、またちょっとね、これ工芸作りがこの中で一番最悪。最悪やな。最悪ですよ。おちゃうやん。そんな隣町やから、ちょっと近いですね。近すぎますよね、これ。何やね、火起こし体験って。いらん。
て、そんなもう自分で体験するから、そんなんはわざわざ体験させてくれんでも。確かにね。遠足は覚えてる？どこ行ったとか。奈良。奈良か。奈良の大仏。遠足。で、伊吹山。伊吹。あ、滋賀県のね。山登る。比叡山。あと臨海学校って海を泳ぐ永遠な。夏場ね行くやつ。中二ぐらいと言われる、中二で行くやつですかね。いましたね。ひたすら泳ぐだけと。先生ビール飲みながらこっち睨みつけてます。そんな時代やね。時代です。いや、ほんまやで。すごい時代やで。いや、ほんまやね。はい、この方ワリスさん、横浜市の方。息子の私立中の海外研修は、アメリカ、イギリス、カナダから選択します。アメリカは130万円を超える旅費に加えて、円高の影響で1食5000円かかるそうです。うわ、18日間なので計算するのが怖いです。結局友達と喋るだけの高い海外旅行にならないことを祈るのみです。どういう学校やねん。すごいねこれ。修学旅行じゃないもんね、海外研修っていう。そうです、ね、言い方相当頭のよろしい偏差値の高い学校じゃない。アメリカ、あ、楽しそうやな。130万でうちの親父聞いたらどうやろこの当時。笑っちゃってます。あ、母も言わんか。母も言わんな。行くなって言うやろな。中学旅行の引き込みも合わせて、ぜひこの後もお寄せください。お待ちしています。古いカメラ、壊れたカメラ、いくらになるか気になりませんか？北村ならどんなカメラでも高く買い取ります。さらに時計やブランド品も少量でも無料で査定に伺います。お電話は 0120-157-999 157-999。 出張買い取りはカメラの北村、高価買い取りキャンペーン中。ベリーベスト法律事務所よりアスベスト石綿を吸い、中皮腫、肺がん、積年肺。